確かに新婚ホヤホヤの2人がいきなり現実からかけ離れたところに刺激を求めるのはどうよって感じはあるっすね。でも現実的な刺激と言われても。じゃあ師匠は何かいいアイデアあるんすか？現実的な刺激を与えるいい方法。提案がある。ほうほう、師匠のご提案聞かせてくださいっす。え、敬語をやめてほしい？師匠呼びもダメ？確かにもう夫婦なわけで以前と同じなのは良くないかもっすね。じゃあちょっと練習してみますか。まず普通に言うと、師匠大好きっすよ。これを敬語じゃなくしたら、和也大好きだよ。